ディオ様は極刑となって死んだ俺たちに自由を与えてくれたんだ。貴様をこの牙の歯型としてくれろ。チーチー、はい、ナイアモン。またまた。大したことに良くに起きろ。くそ、止まれ。オーバードライブレンジャー。ベルトハート燃え尽きるほどヒート。こいつだけはこのディオがやる。ディオ、僕の気持ちを聞かせてやる。紳士として恥ずべきことだ。正直だ。今のジョナサン・ジョースターは恨みを晴らすためにディオ貴様を殺すのだ。来い、ジョジョ。やつへの恨みならこのダイヤが先に晴らす権利がある。セペリさんとは共に苦行を乗り越えた20年来の親友だったのだ。リオとかいうやつ、このダイヤがお前を地獄の淵に沈めてやる。やめろダイヤさん。リオにはあなたの知らない隠された能力がある。面白い動きだ。人間というものは
修行次第でこういう不思議な身の軽やかさも体得できるのか。だがな、このディオは一夜にしてこの世のどんな超人も超えたのよ。そんな眠っちまいそうな呪い動きでこのディオが倒せるか。かかったな、アホが。アタークロススプリットアタック、やった。ジョースターさんに試したときは模擬ゆえか死闘を十字に組んでいなかった。したがってその欠点は頭突きや含み針などの攻撃に弱い。だがクロススプリットアタックはその欠点を補って攻守において完璧だ。これを破った格闘者は一人としていない。ん？あれは無駄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 。動かん。あ、気化冷凍法。相手の体内の水分を一瞬にして気化させることから熱を奪い凍らせる。体を凍らせれば血液の流れから作る波紋はディオに決して流れることはない。それにしても凄まじいのはディオの能力。体全体を一瞬のうちとは。貴様、貧弱貧弱。ちょいとでも俺にかなうとでも思ったか、間抜けが。貴様らは犬死にするためにここへ来たのだ。よって最も残酷な死を送ろう。ダイヤ、やめろ。ジョージョ、行くぞ。次に死の忘却を迎え入れるのはお前よ。ぬぬ。あ、ダイヤ。波紋入りのバラのトゲは痛かろう。よくも、よくも俺の顔に傷をつけたな。ぬぬぬぬ。スピードワン。おう。で掴まれた途端血液の流れも凍らされる。お前の気化凍結法、それをいかにして破るか、どうやって波紋を送り込むか、その突破口、今ダイヤーさんの波紋を帯びたバラが教えてくれたぞ。ディオ、波紋を込めてこの勇者ブラフォードのブラックとブラックの剣で斬る。この剣を伝わらせて一瞬で波紋を送れば、お前の冷凍法が血液の流れを凍らすことはないはず。小便よりもゲスな、ゲスな波紋なぞ。よくも、よくもこの俺に。いい気になるなよ。くっ、てめえら全員ゾンビどもの餌だ。おちょびと面を餌としてやるぞ。出たな、奴のこの世のどんな悪よりもどす黒い性格が。これまでの冷静さやダンディーな態度など単なる仮面に過ぎねえ。これが奴の本性。初めて味わった奴の屈辱的波紋初体験ってわけよ。ゾンビがオイラたちを襲うよ。このストレイツを容赦せん。
俺の名はペイジ、ジョーンズ、ウラント、オーナム。長っ、キャッキャッ、何のせいか、他愛のないものや、聞かねえな。バラは生き物だから、その樹液中に波紋を帯びさせたまま放つことができるが、金属は生物ではないので。流さねばならない。
が無駄だ。あ、こ、愚か者が、愚か者が、おいだ。またまた、はいやまたまた、おりゃはいやはい、いい気になるなよ。またまた、なるなよ。はいやー、な
前が。しまった。僕もこの俺に戦い慣れてやがる。
なよ。地獄なものが。なるなよ。
込めて剣で斬る。メタルシルバーオーバードライブ。よくもこの俺に。ついに倒したぞ、ディオ！ついにやったー！違うね。まぬけどもが。これは、凍っている。チェックが甘かったな、ジョジョ。このディオ、貴様の精神の爆発力、認めよう。今の攻撃も素晴らしいものがあったことも認めよう。だがジョジョ、このディオの冷凍法は絶対破れん。腕一本なら触れただけで十分。全身でも2秒で完璧に仕上げようぞ。なんだ？その緊張した構えは、まだやる気か？あがいてもあがいても、人間の努力には限界があるのさ。破門法の修行努力など、無駄！無駄！無駄！